皆さんおはようございます。パクセルエンでございますけれども、ここは小田急電鉄で4番目の乗降客数を誇る小田急電鉄のターミナル駅藤沢、東海道線、それから江ノ島電鉄とも乗り換えることができます。湘南地域のターミナル駅として機能しています。ちょうど真ん中のホームからは各駅停車の片瀬江ノ島駅が発車していったところ、まもなく時刻は8時になろうというところです。今日はこれから用事があって新宿に向かうんですが、この藤沢から新宿までは大きく分けて2つの行き方があります。一つはこの小田急電鉄、今向こう1番線に来ました快速急行に乗って新宿へ向かうこと、もう一つは今ちょうど発車してるのが分かりますかね、奥ちょうどあれは上野東京ラインですが、湘南新宿ラインに乗って新宿へ向かう方法です。JR の武器はグリーン車を2両連結した長い15両編成で運転される快速および特別快速。15両ですからかなりの輸送力がありますが、しかし本数はさほど多くなく、日中は快速とそれから特別快速がそれぞれ1本ずつの運転です。一方の小田急電鉄でも主に特別快速をライバルとして毎時3本、日中では3本の快速急行を運転しています。 JR と違ってトイレがなかったりとか、それからグリーン車のような上級の設備はありませんが、それらも JR に本数で買っています。しかし朝ラッシュの時間帯は速達性をそこまで重視する暇はないので、全列車が急行として運転されています。今止まっているこちらの車両もちょっと見にくいですけどね、急行新宿という行き先を出しています。で、実はこの小田急の急行電車っていうのがめちゃくちゃ面白い走り方っていうのをするんですね。これは、まあ、小田急線の本線系統、小田原線系統であれば普通に見ることができる光景なんですが、ただ小田急江ノ島線系統では平日の朝、このラッシュ時間帯にしか見ることができません。というわけで今回はそんな平日の朝限定で見ることができるちょっと変わった急行電車を皆さんにご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今入ってきたこちらの電車が今回乗車します急行の新宿行きです。この車両は小田急3000型といいまして、小田急電鉄の中では一番車両数が多い形式となっています。各駅停車から快速急行まで幅広い種別に充当され、また昔は箱根登山鉄道の箱根湯本まで入線したこともあったんですが、現在では小田原までの運用になっています。また貫通扉は装備されていないので、地下鉄千代田線への直通はできません。側面の表示器にはしっかり急行新宿の文字が踊っています。皆さんにはぜひこの急行新宿という表示を覚えていただきたいと思います。またこの編成はちょうど2画面 LCD を装備していまして、このようにLCD での案内も行われています。江ノ島線内の停車駅は藤沢を出ると湘南台、長後、大和、南林間、中央林間です。8時8分帝国で藤沢駅を出発、この先新宿まで通勤のお客さんたちを運びます。通勤の道のりの始まりです。藤沢を出て少ししてから運転台についている速度計を見てみたんですが、針はなんと100キロのところを指しています。トップスピード、小田急では特急ロマンスカーの最高時速は110キロ、それ以外快速急行や急行、各駅停車の最高時速は100キロということになっているので、これは正真正銘小田急のこの急行電車のトップスピードということになっています。まもなく通過します。こちらの駅は全行で、僕も中学校の時に、ね、陸上部だったんですけど、この全行には世話になりましたよ。こんな感じで、どんどん近くの景色が後ろへ飛び去っていくのがわかります。奥の方、こちらは丹沢大山。富士山はこの日はちょっと見ることができなかったんですが、ただ丹沢山地に関してはかろうじて見ることができました。まもなく停車します。こちらの駅は湘南台で、富士沢市の北側のターミナル駅です。この小田急の他に横浜市営地下鉄ブルーラインと横浜からやってきた相鉄泉の線がこの駅で足を止めます。湘南台はロマンスカーこそ停車しないものの、ただ快速急行以下全ての列車が止まります。そこに急行新宿って書いてますけどね、これも覚えておいてくださいよ皆さん。湘南台を出て次の停車駅は長後です。快速急行はこの長後には止まりませんが、ただ朝それから夜に運行されている急行はこの長後に停車します。列車によってはここで前を走る各駅停車を追い抜くということをやっているんですが、ただこの列車は割と通勤ラッシュの終わりがけの時間帯に走っているので、そこまで各駅停車の本数も多くなく、ここで各駅停車を追い抜くということはしませんでした。1本ぐらいねここで追い抜いてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、この後大和で追い抜くようです。そしてこれです。普通に100キロ出してぶっ飛ばしてますんでね、すごいですよ。通勤ラッシュのこの時間帯で100キロ出すってなかなかね、できないことだと思うんですが、この小田急江ノ島線は朝ラッシュであってもそんなに本数が多くないこと、また線形が非常によく直線的であること、保線の状態がいいことなどから、このように朝ラッシュであっても100キロを普通に出して運転されています。この駅は東海道新幹線が真下を通っております高座渋谷ですが、ここにカーブがありますね。このカーブも実は制限速度はありません。100キロで通過することができます。ロマンスカーの場合は110キロで通過します。まもなく列車は大和に着きます。相鉄本線との乗り換え駅で、ここで前を走っていた各駅停車からのお客さんがこの快速急行に流れ込んできます。
湘南台でもかなりのお客さんが乗ってきたんですが、ただ乗車人員で言えば湘南台よりもこの大和の方が多く、またロマンスカーも土日に運転されているメトロ江ノ島号を除いて全てが止まります。逆に言うとメトロ江ノ島号だけはこの大和には止まりません。江ノ島方面へのお客さんを運ぶためです。ただいま発車します。こちらの駅は南林間です。南林間も長後と同じように快速急行の停車駅からは外されています。朝ラッシュの時間帯は長後同様需要が大きくなるんですが、ただそれ以外の時間帯はそんなにお客さんも多くないので通過措置を取っているわけです。そしてこちらが中央林間東急田園都市線との乗り換え駅です。田園都市線とかそれから半蔵門線で中央林間行きっていう行き先をね、結構皆さんも見たことがあるかと思いますけども、その中央林間がここです。向こうでは桜が咲いてますけどね。こちらの駅は東林間です。東林間が小田急江ノ島線では最後の駅、僕の人生を変えた駅でもあるんですが、まあどう変えたのかはちょっと内緒にしておきます。ここまで藤沢から列車はずっと北上してきましたが、ここからは進路を北東に取ります。まもなく列車は相模大野に到着します。ここから先小田原線を走るんですが、車内のこれドア上のディスプレイを見ると相模大野までは赤い帯で書かれているんですが、相模大野から先松田、新百合ヶ丘、新宿方面、これオレンジ色で書かれてるんですね。これどういうことなのかと言いますと、実はこの急行新宿行き、この相模大野から先では快速急行として運転するんですね。発車表にもね、一番上のところ快速急行って書いてあるのがちょっとわかりづらいけど読めたんじゃないかなと思います。でこの相模大野で種別を変更して、そして相模大野から先新宿までは小田原線内快速急行として走るわけです。ドアの上にご注目。ドアが開いた瞬間、それまでエクスプレスと書いてあったところが快速急行ラピッドエクスプレスに変わりました。藤沢駅でこの車両に乗った時にこのディスプレイのところにエクスプレスと書いてあるのを確認したと思いますが、そこが今ラピッドエクスプレスに変更されました。また運転台にある、これはまあおそらくどの車両が今どういう状態にあるのかを総括するためのディスプレイだと思いますけども、そこにも快速急行の文字が載っています。相模大野を発車、この先は快速急行として町田、新百合ヶ丘、上りと下北沢、代々木上原、終点新宿の順に停車します。この辺のエリアは非常に神奈川県と東京都の都県境が入り組んでいて、先ほどの相模大野は神奈川県相模原市の南区でしたが、こちらは東京都町田市横浜線との乗り換え駅町田です。町田はロマンスカーも停車する重要な駅で、小田急線の中では新宿に次ぐ乗降客数第2位を誇っています。ここで先行するあれは急行ですかね、急行の新宿行きを追い抜きます。先ほどまではこちらが急行だったんですけどね。こちらは鶴川駅、鶴川駅にはこのように上り線にのみ待機線が用意されていて、ここで通勤準急が後からやってきたこういう快速急行とかロマンスカーとかそういったものに抜かれるという光景を見ることができます。逆に言うと鶴川の待機線がちゃんと仕事するのってそういう時ぐらいだけなんじゃないですかね。そして今度列車は新百合ヶ丘に到着です。新百合ヶ丘、こちらは川崎市の麻生区になるのかな。ここでも今度は各駅停車ですよね、先行していた各駅停車を追い抜きます。新百合ヶ丘もロマンスカーが停車する駅ですが、ただここは町田とか藤沢ほどに利用者は多くはありません。何でなんですかね。ちなみに隣6番線に停車中のこの快速急行に今から追い抜かれる各駅停車は、町田でこの電車が追い抜いた急行にもこの新百合ヶ丘で追い抜かれるんだそうです。今度通過しているこの駅は向こうが丘遊園です。向こうが丘遊園は急行の停車駅になっているんですが、ただこの電車はもちろん相模大野から先快速急行として運転しておりますので通過します。またここから先線路の数は上り線に限り2本に増えます。小田急の複々線区間は代々木上原と上りとの間なんですが、ただ上り線は朝の混雑が非常に激しいということで、まあ、用地買収がきっとうまくいったんでしょうね。向こう側か遊園から2線になっています。一方の下り線は、まあ、そこまで夕方のラッシュっていうのは混雑が激しくないので、上りとで複々線を終わらせて、そしてこの上りとと向こう側か遊園の間は上りが2本、下りが1本という3線区間、これは副単線というんですが、こういう非常に珍しい区間になっているんですね。そして今度列車は神奈川県内最後の停車駅上り戸に到着です。2018年3月のダイヤ改正までだったと思いますが、この快速急行は実はこの上り戸通過してたんですね。ここは南武線との乗り換え駅で非常に重要も大きいところなんですが通過。ただ現在では特急ロマンスカーとそれから通勤急行という朝限定の種別、それ以外は全て停車になっています。さあいよいよ、そして小田急電鉄が50年かけて作り上げた渾身の複々線区間のスタートです。ここまでだいたい読売ランド前のあたりから
今前に見えてますけど、あの各駅停車に前を抑えられて、この快速急行はスピードを出すことができなかったんですが、上戸から先のこの福福線の区間では各駅停車が走る線路と快速急行やロマンスカーが走る線路は完全に分けられていて、前を各駅停車に抑えられるということがないので、のびのび思い切って全力でぶっ飛ばすことができます。現在この多摩川を渡って、そして今東京都に入ったところなんですが、もうすでに時速は90キロを超えています。そして最初の通過駅泉多摩川を通過、先ほどからずっとこの快速急行の前をちんたら走っていた各駅停車をさっそうと追い抜いていきます。朝ラッシュであるにもかかわらず、このような高速運転ができるのも福福線あってことです。スピードメーターも余裕で100キロに届きそうな勢いになっています。今普通に東京都内を走ってるんですけどね、東京都内で普通にこうやって95キロとか多分それぐらいだと思うんですけど、それぐらいのスピードを出して走ることができる、やはり小田急の福福線は偉大ですよね。そして現在通過しているこの駅は成城学園前です。この成城学園前には東京メトロに直通するロマンスカーが一部停車するんですが、ただこの快速急行は通過します。まあ、要するに今の成城学園前はロマンスカーは止まるけれども快速急行は通過するという、そんな駅なんですね。そしてこちらは橋道です。橋道は上り線に限りこのような中線通過線があって、隣のホームに急行やら何やらを止めて、そしてその横を快速急行とか特急が通過できる、そんな構造になっています。もう間もなく次の停車駅下北沢が差し迫っているという状況ですが、ではなぜここでこの電車は途中相模大野で種別変更をしたのかについて皆さんにご説明したいと思います。簡単に言ってしまえば、江ノ島線内相模大野までは急行で走らなければならないんだけども、ただ相模大野から先小田原線内は急行で走る必要がないからなんですね。江ノ島線内は長後とか南銀館とかそういった駅の需要というのも結構大きいので、それらの駅に停めるためには快速急行ではなく急行で運転する必要があるんですが、ただ相模大野から先の区間小田原線内は小田原方面からやってきた急行電車が多数走っておりますので、じゃあ江ノ島線内はしょうがないから急行で走ってあげるけど、相模大野から先は快速急行でどんどん飛ばしますんで、じゃあ快速急行が止まらない向学遊園とか成城学園前とか共同とかその辺のお客さんは、じゃあ小田原方面からやってきた急行電車の皆さんよろしくねということで、そして相模大野から先は快速急行としてじゃんじゃん通過して、そうやって、まあ、遠近分離といいますか速達化を図っているわけです。こうやって相模大野から先どんどん通過していけば、江ノ島線方面からやってきたお客さんもそんなにね、急行ってやっぱちょっとね、快速急行に比べて停車駅が多いし遅いので、こうやって少し時間に割を食うということもないわけです。さて、そんなこと喋ってる間に小田急の怒涛の福福線区間は終わり、下に見えております、こちらは東京メトロの千代田線です。ここから先新宿までは各駅停車もそれから急行もロマンスカーも全部同じ線路を通っていくんですが、でもこのスピードですからね、今だいたい80キロぐらいで走ってるんじゃない。今通過しようとしているこちらの駅は新宿の一つお隣南新宿ですが、お客さん全然いないですね。もうこの辺りっていうのは本当に新宿駅が至近距離にあるので、おそらく皆さん南新宿なんか使わずに、おそらく歩いて、もしくはまあ多分自転車本気場があるのかどうかわかんないですけど、おそらくは新宿駅、それから JR を使うのであればすぐ近くに代々木駅がありますから、代々木もしくは新宿を皆さんご利用になっているんじゃないかなと思います。もうすぐそこ新宿ですからね。そして新宿駅のホームに到着、向こうに止まっておりますのは小田急ロマンスカーの MSE です。新宿駅のホームは2層構造になっていて、上側こちら地上ホームがロマンスカーとか急行快速急行が止まる優等列車向けのホーム、そしてこの真下に各駅停車が発着する専用のホームがあります。こうやって発着する種別ごとにホームを分けるっていうのは、まあ、平面であればね、確か大阪梅田とかもやってたと思うんですけど、ただ上下でその停車する列車を変えるっていうのは、これはこの小田急新宿独特のものなんじゃないかなと思います。藤沢から続いた通勤の道のりもここでようやく終点、折り返し急行電車として新松戸に向かうそうです。というわけで今回は心よくて早い通路を途中で手に入れる小田急電鉄江ノ島線の急行電車のご紹介をしてきました。他にもね、この小田急では種別変更っていうのをよくやってまして、例えば新宿からずっと快速急行として走ってきたものの、新松戸で快速の名前を捨てて新松戸から先急行として小田原に向かったりとか、新宿から新百合ヶ丘まで急行として走ってきたんだけども、新百合ヶ丘から先多摩線内は各駅停車として唐木田に向かうとか、そういった面白い運用っていうのが結構小田急はたくさんありますんで、皆さんもね、ヤフー路線とかで調べれば結構簡単に出てきますから、ぜひ乗ってみてください。
それでは今回はこの辺で失礼させていただきたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。